かけろ、風邪。戦えるの？諦めるにはまだ早いぞ。私が先にあの人に会ったんだよ。これで俺らも助かる。志村のジジイを肩に乗せたまま、もうこの奴らを何千と切ったって聞いたよ。何さ？その噂、まことではないぞ。何言ってんだ、クロード様の噂を知らないのか。俺がその噂のクロードだ。ああそうかい。クロード様に礼をしたいなら、供え物がありがたいんだとさ。かつてキダフレがあった場所、その北東にあのお方の野営があるんだ。食い物だったらうまい酒か泡がいいって話だよ。覚えておこう。願いを聞いてくださるかな。聞くだけじゃダメ、答えてもらわなきゃ。誰がクロードを偽っておる。クロードの野営だな。まだぬくい。飲み干しておる。奴はここで何かを見ておった。待つとするか、戻ってくるはずだ。村の後に誰かおる。賊だ。あれが息のクロード。酒を盗むつもりか。ただの盗人ではないか。手際が、なんと。さあどこへ逃げる。追いかけるか。正体を暴いてやる。息のクロードよ、後を残したかな。あった。愚かな。やるな。クロード様に懲らしめてもらうぞ。やめよ。クロードに用がある。島の半分が探してる。だがこいつは渡さんぜ。こいつには大きな借りがあるんだ。こちらにもな。一日だけだぞ。それ以上待つつもりはないからな。
してお前が噂のクロードなのだな。あ、いえいえ、俺はただクロード様に仕えてるものです。息を守るため日夜励んでたんですが、ある日キツネビトウに襲われ、クロード様が捕虜に。どこに運ばれた？野営です。ここから西の一日でお助けしないと。いや、お前は残れ、俺が代わりに行く。クロードに聞きたいこともあるからな。お前ほどの馬はいない。走れ風。逃げやがったんだ。この近くにいるのか知らない。待たせたな。お前。あ、酒井様、ここから出して。クロードだと偽っておったのか。敬意の証です何を。なぜお前だと気づけなかった。ごめんなさい酒井様、猛虎だらけで対馬は怖かったんです。そしたら壱岐の船乗りが本土に渡るって聞きましてね、つい来ちゃいました。別れも告げずにか。忙しそうでしたから。ではなぜ本土に行かず壱岐に留まっておる。船に忍び込んだことが暴かれまして、壱岐で行き詰まってたら島の悪い連中に襲われたんですよ。あいつら強盗だ。何かしでかしたな。金を少し借りて古い酒を売ってみただけ。今や島の半分から憎まれ、もう半分から金を借りておるということだな。違うか。お見事。クロードだと偽ったわけは。憎まれてるからです。でも偽れば皆の励みになりますし、ならず者を騙せばついでに。悠々と本土へ渡れるな。ほら損がない。好きにしろ、自ら撒いた種だ。クロード様なら助けるところでしょ。動くでない。腕が動きません。動かせ。野営まで送ってやるが、あとは知らん。では壱岐のクロード、力を尽くせ。待って、置き去りなんてひどい。島中から狙われてるんですよ。手下を頼ればよい。フグのこと、生きてます？お前のせいで殺されかけておったがな。ただの漁師なんです。どうにかしなくちゃ。フグを見つけてくれたら一生酒井様に頼りません。近くにおるはずだ。実は落ち合う場所を決めてあるんです、万一のために。案内しろ。
対馬にいらっしゃると思ってたのに、どうして息なんかに。幾とせも前に父上と来たことがある。それきりであったが、息についての噂を聞き捨てることはできなかった。その噂知りたかった。息に猛虎はいないって聞いてたばっかりに。フィグのことだが、いかにそそのかしてあやつを引き込んだのだ。息に渡る船が猛虎に沈められて溺れ死になったところを助けられたんです。それ以来懐かれちまいまして。誰からも好かれるのだな。天性ってやつです。フグ、足だ。ご無事だったんですね。クロード様の改姓だ。クロード様と呼ぶのはよしなさい。これからは賢治。クロード様はこちら。ああ、ガッテンです。あ、ドクジャって男からことづてが。今言うな。博多の角ドクジャと悶着が。ドクジャが例の船乗り、本土へ船を出すっていうから、こっそり乗り込んだら気づかれちゃいました。生きたまま島を出るには金を払わなくてはならないんですよ。ドクジャに話をつけねばな。助けてくれます？尻拭いをするつもりはない。だが侍から逃げ回っているというドクジャには会っておきたい。あの馬はどうした？ミオは借船の方として預けてあります。無事だといいけど。ドクジャは叔父上から追われておる身。船で腕を切られなかっただけありがたく思え。切られかけましたよ、別のところを。でも本土への船に乗せてもらえるんです。ミオを借船の方にして、あとは船代を払うだけ。いいねの10倍をね。言っときますが、ドクジャはアシラのような男を嫌うんです。というと？だから豪のもの。おかしいです。いや、とにかくドクジャを怒らせるのは禁物。面倒はたくさんなので。フグは待ってろ。はい。あ、ケンジ様。息のクロードだ。ドクジャに会いに来たぞ。ケンジ、勇むな。食べんも控えろ。あしが食べん。金はどうした？お主が博多の角ドクジャか。ケンジ、こいつは誰だ？友です。酒井仁様。酒井、父子と手合わせしたことがあったな。あれ以来小指が動かなくなっちまってる。ふん。死んで当然の男だった。父上の敵が俺の敵とは限らぬ。そうだな。恨みつらみは商いの邪魔でしかない。それで侍が俺に何の用だ？ケンジから事の次第を聞いた。こやつは悔いておる。そうです。足は底抜けにアホなんです。お主に金を借りたそうだな。千金をな。駆け引きは無駄だ。聞く耳は持たんぞ。そうか、害を通すならばその首鎌倉に送ろうか。父子のような話しぶりではないか。ちょっとちょっと、お二方、足の借船ですが。譲り合わぬか。悪いようにはせんぞ。今払ってもよい。欲しくないか。猛虎から逃げるために。ただし額を減らせ。これで手を打て。お主とて賢治が死なずに全て払えるとは思うまい。ひどい。小賢しいとも思ったな、賢治。ここは一つ手を取り合おうじゃないか。酒井様、実は大高族に海図を盗まれちまってな。唐国との抜け荷の海路が記されてるもんだ。それに本土への道もだろう。ああ、そうだ。猛虎に読み解かれでもしたら、
鎌倉の水軍の弱みを握られることになる。それは不安がいっぱい。では我らで取り戻す。だが本土へは賢治も乗せて行け。ああ、お安い御用だ。賢治に気をつけな。油断すると厄介事を運んでくるぞ。肝を冷やしましたよ。毒蛇の信用は得た。荷を取り返すぞ。俗に縛られた時どっか痛めたみたい。盗みはフグに任せて足は休んだ方がいいかも。ただの漁師なのだろう。恩人のな。ええ、まあ、クロードとして働くならば人を頼るでない。人を助けようと思え。この地で死ぬ。己が父のように。堺の名はこの世から消え失せる。無益な一生であったの。黙れ。ドクジャとのことですが、胸に悪かったですよ。怒らせるなって言ったでしょ。情と力どちらを示すかは相手によって変わるものだ。ドクジャには武士の力を示さねばならなかった。でも暴れないでくれてよかった。ドクジャは怒るとおっかないんで。番兵の数が多いな。足がここに残ります。何かあれば合図を出します。鳥か。そうだ、猿の真似。しよはしんた。
独者の改造を見つけた。これでよし。答えよ。武士が進むべき道とは何だ。一人前の男として酒井家を守り。それは父の言葉であろう。己の答えを申せ。情け、弱き者のため力を振るうことです。それが誇りというもの。ありました。ああ、行くぞ。間に合ったか。ああ、よくやった。全てあるな。しばらく海路を調べさせてくれ。それから出立だ。あしらの前に着いた人は？ん？乗せてやったが船はもういっぱいだ。余計な荷を捨てたとしてもせいぜいあと一人分ってとこだな。ケンジ、備えは？もう立ちます。時期だ。あとはお前だけ。仕事ができて楽しかったぜ。あんたとな。俺もだ。本当に乗らない？酒樽に隠れちゃえばいいんですよ。酒井様はお尻が小さいですし、油でも塗れば。遠慮する。まだやることがあるのだ。ではこれでお別れですね。うまい酒を取っておいてくれ。またいつか共に飲もう。喜んで。何か忘れ物ですか？あっしの両親をね。恩返しがまだだった。船に乗れ。でも賢治様。早く行け。代わりにあっしが乗るぞ。よく心を決めたな。あっしは何とでもなりますから。でもフグはそうじゃない。これでいいんです。もしや、あっしとお別れできると思っちまいました？逃げられなかったな。一杯飲みますか。
息のクロードに。その名は忘れちゃいましょう。